台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですねめちゃくちゃ久しぶりの視聴者さん参加型 Vlog 第7弾ということで、台湾のね台北市の隣の桃園桃園市の大学かな、留学ではなくて普通に大学生、大学で勉強しているゆうなちゃんが来てくれました。わー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、今日はね MRT のソーレンシュワンリエンっていうんですけども、一番出口から徒歩10分ぐらいですかね、グルメ天国のネーナツヨイチね、ニーシャイエス皆さん人気のね、そのネーナツヨイチの周りにドーファーっていうね、豆花って書いて豆腐のスイーツなんですけども、3つねあるんですよ。ドーファー三強って僕呼んでるんですけども、そのドーファー三強をね食べ比べしてみたいと思います。はい、というわけでね、ここは MRT のねソーレンシュワンリエンって読みますけども、この一番出口ですね、ここを出たらすぐねこっち左に曲がってまっすぐ行ってね10分ぐらい行ったところに、今から行くねニンシャイエスネーナツヨイチがあるんでね、今日も皆さんそこまでね僕と一緒に散歩してる気分になっていただけたらなと思います。じゃあ今日も明るく楽しく元気よくやっていきたいと思います。ちなみにここの MRT のねソーレンシュワンリエンは台北の中心地台北駅から MRT でね2つ離れたところにあるんですけども、もうまさにね台湾の台北の中心地なんですよね。だからこの辺でねホテル取られる方もすごく多いと思うんですよ。そして今から行くねグルメ天国ニンシャイエスネーナツヨイチなんですけども、ここもね日本人観光客にめちゃくちゃ人気のヨイチで、あの台湾の台北の三大夜市だと思うんですよね。シーリン夜市と松山のラオハージーイエスっていうかな、ラオハージーイエスと、そして今から行くネーナツ夜市ね、ニンシャイエス、この3つがね台北の夜市三大夜市だって僕思ってるんで、その周りにあるドーファーね、豆花って書いて豆腐のスイーツ、これも台湾でしか食べれないね伝統的なスイーツなんでね、これ今日ねゆうなちゃんと2人で食べ歩いてね、なんやろ、どこが一番美味しいかとかね、いやいや言ったろ思って、このね本音で分かりやすいモットーなんでね、美味しかったら美味しい、まずかったらまず、もうゆうなちゃんもね今日は言ったってな、はい、皆さんのね台湾旅行の役にちょっとでも役立つ動画になると思いますんで、今日もね皆さん最後までゆっくりね楽しんでいただけたらなと思います。ちなみにゆうなはニンシャイエス行ったことある？行ったことあるんやね、はい、おー、どうだった？すごい美味しいものたくさんで楽しかったです。おー、夜市好き？大好きです。あ、そうなんや、はい、夜市どういうところが好きなの？美味しいものがいっぱいあるところです。あー、なるほどね、はい、おちょっと緊張してるねちなみにね、皆さんゆうなちゃんは19歳なんですよね、はい、で僕43歳なんですよ。で、まあ言うたらお父さんと娘ぐらいじゃないですか。きっとね僕の視聴者さんもゆうなちゃんぐらいのね年の頃の娘さんとか息子さんいらっしゃる方めっちゃ多いと思うんですよ。なんならお孫さんぐらいの方の世代の方もめちゃくちゃ多いと思うんで、今日はね皆さんね、もし皆さんの息子さんとか娘さんと一緒に台湾旅行来てドーファーの食べ歩きしたらこんなんなるかなみたいな感じのね目線で温かく見守っていただけたらなと思います、はい、ゆうなちゃんさ、はい、もうなんやろ YouTube とかさ、はい、やってみたいと思ったことある？はい、あります。あるんやね、はい、あるんやね、はい、それさちょっとこのカメラ持ってさ、はい、ちょっとやってみたら今日、はい、やってみたい。お店までまだ道あるからさじゃあ皆さん今からねこれゆうなちゃんにカメラバトンタッチするんでね、はい、ちょっと今からゆうなちゃんカメラになります。ちょっと渡しますね。じゃあゆうなちゃん、はい、このカメラ預けるわ、はい、はい、今ねゆうなちゃんがカメラ持ちました。2つだけ、はい、まあアドバイスというかあれがあって、はい、3秒以上ね、はい、黙ってはいけないみたいな、結構難しいやろ。そうなんですか。あとそのカメラを、はい、そのどっか映すときは、はい、割とゆっくりやってあげないと、はい、急にピュンってやると、はい、視聴者さん目が回って寄っちゃうから、はい、この2つだけ気をつけて、はい、じゃあお願いします、こんにちはゆうなです。
はじめまして。はじめまして。じゃあ今からドーハ食べに行きたいと思います。お。今日は少し曇り気味ですけど。確かに。けどまあ暖かいです。うん。はい。ラーメンがあります。ほんまや、ラーメン誠や、こんなんできてなかったよ。最近できた、チェーン店や。おお。違うところにもあるんやけど、はい、2号店ができたわ、ついに。ビリケンやで、ほら。あ、ビリケンさん、うん、大阪の。うん。ちょっと、足触っときます。あ、知ってるな。知ってる、ゆうなちゃん、大阪出身やねんな。はい、うん、そうです、大阪出身なんで。そうそう、だから、ビリケンさん知ってるね。はい、はい、ビリケンさんに。おお、ちょっとここは何でしょう。ん、何だ。何か分からない問題だ。何か分からないけど美味しそうです。大丈夫ですかね。大丈夫やで。あちょっと人は少ないですね、うん、そうだね、はい、きっと今視聴者さんはな、はい、自分の息子とか娘がカメラ持ったらこんな風に YouTube やるんやなってこう見守ってくれてるからね。、うん、お願いします。ちょっと下手くそです、すみません。いやとんでもない。お、信号ストップ。大丈夫ですか。大丈夫や、ちょっと大丈夫や。大丈夫ですか。3秒以上黙ってはいけないルールを守ってね。すごい焦っちゃいますね。めっちゃ焦るよね。焦ります。それすごいわかるわ。何を喋ればいいのか思いつかない。あーとかえーとかでも、はい、挟んでもいいから、はい、喋ってくれたら大丈夫。何でも大丈夫なんですか。何でも大丈夫、何でも大丈夫。あー用事。おなんか、うん、はい、うん、こういう外、うん、外に、うん、外で座れる、うん、座れたら天気がいい時に、天気がいい時に外で座れるお店に入るのが好きです。あれ分かるわそれ、はい、うん、ちょっとヨーロッパっぽいよね。はい、うん、おー美味しそうなお肉。マヨージーやね。マヨージー。日本にはない台湾独特の食べ物やな。はい。お酒とごま油たっぷりのね。カモがぶら下がってるよ。わあ、うん。食べたことないです。食べたことないね。はい。あ、タピオカがあります。ここ。あ、ここ。あれ、ここな。ここ私大好きです。はい、あ、そうなんや。はい、うん。タピオカミルクってよく飲むの。あ、なんかタピオカはあんま飲まないんですけど。わかるわかる、うん、はい、なんか飲み物自体美味しいじゃないですか。確かに、安いしな。はい、だから飲み物屋さんはもう週1回絶対行きます。へ、うん、はい、好きな、いつも注文するやつなんなん、ここで。いつも注文するのは、なんかオレンジ、オレンジジュースとお茶が混じった飲み物が美味しいので、はい、オレンジティーみたいな感じやね。あ、そんな感じです。へ、それがすごい美味しいんですよ。じゃあ今見てる視聴者さんもさ、はい、息子さんとか娘さんとかと台湾旅行行ったら、はい、オレンジティー勧めてあげたらいいかもね。はい、うん、お願いします。口に合うかもしれないな。はい、うん、ぜひ飲んでください。一押しやね。一押しです。ゆうなちゃん一押しやね。はい、マッサージ屋さんです。え、マッサージ屋さんです。台湾っぽいマッサージ屋さんやな。はい、痛そう。あ、痛そうですよね。気持ちいいというか痛そう。確かに、けど安そうですね。あ、確かに安そうやな。はい、うん、行ってみます。大丈夫です。全然大丈夫やで。はい、全然大丈夫やで。え、じゃあちょこちょこ歩きになっちゃうんですけど。緊張するよね。緊張します。わかるわかる。
これでもね、はい、そのスタビライザーっていう機械使ってるから、はい、あのなんだろう、走っても結構大丈夫やねん。え、そうなんですか。なんかこう右左にキュキュってやったら目回るんやけど、はい、縦揺れに関してはめちゃめちゃ強いから大丈夫よ。すごい。おっと、人だかりができてます。ほんまや。何ですかね、何屋さんやろ。何かいろいろ、チャーハンとか、尿老麺があります。へぇ、お寿司屋さんじゃないのここ。お寿司屋さんですかね、多分。あー、その隣は、ルーローファン。お豚のトロトロそぼろご飯ね。土肉飯と書いて。美味しいですよね。美味しいよね。はい、ゆうなちゃんは、台湾料理好きなの。はい、好きです。お、はい、なんか台湾に旅行に来たことがあるって言ってたね。はい、台湾に旅行来たことあります。それはいつ来たの。中学生の時なんで。結構前やな、コロナ前やね。はい、コロナ前に来ました。はいはいはい、その時のイメージが良くて、はい、台湾に勉強しに来ようと思ったよね。はい、それもその大きな要因の一つなんやね。そうです。あ、芋、焼き芋ですね。焼き芋やね。このカオっていうのが焼くってことで、はい、このジウリっていうのがディーゴアって言ってね、さつまいものことやんな。はい、だから石焼き芋ってことやね。石焼き芋ですね。コンビニとかでも買えますよね。あ、売ってるね、はい、確かによく買います。よく買うんやな、はい、やっぱ女性は世界共通でさつまいも好きなんやな。芋たこ南京って言うもんね。お、んち、あ、牡蠣ですね。美味しそう。もうすぐ着くよ。あ、ウンシャイエスね、夏夜市。まあ、はい、お昼やからやってないんやけど、はい、今日は、まあ、ドーハやからね、その、はい、豆腐のスイーツを食べるから。わー、楽しみです。うん、ワンちゃん歩いてる。かわいい。かわいいな。ぬいぐるみのおもちゃみたいやね。ちっちゃい。ちっちゃい。なんか台湾のワンちゃんはだいたい話しがいですよね。めっちゃわかるそれ。ですよね。うん、賢いんやと思うよ。そうですよね。うん、私の大学とかキャンパスはもう、うん、逆にリードにつないでる犬は見かけないぐらい。うん、おー。はい。自由やな。すごい自由、みんな自由やな。はい。もう逆に心配ならんのかなって思っちゃうけどね。そうですよね。車とかバイクビュンビュンやから、はい、引かれてとか、ちょっと思うけど、うん、ちょっと、うん、危ないですよね。お、着きました。着きました。ここがミンシャイエスです。イエーイ。さあ、ゆうなちゃん着きましたね。グルメ天国ニンシャイエス。後ろにね、こう文字があるんやけど、これ電気ついてないか今全くわからんよね。わかんないです。うん、まあでもこんな感じで、ここね、ほらニンシャイエスなんですけども、お昼間はね、夜市なんでやってない。まあ当然なんやけど、でもこの周りに3つね、ドーファー屋さん、豆腐のスイーツのお店があって、俺はドーファー、ニンシャイエスのドーファー三強って言ってるんやけど、はい、そこを今から順番に回ってね、食べ比べしてみたいと思う。はい、俺も3つとも行ったことあるんやけど、3回連続でね、食べて食べ比べっていうのはしたことがないね。だから今日本当に一番美味しいとこ決めよう。はい、よし、じゃあ行きたいと思います。はい、というわけでね、ここはニンシャイエスの看板で、ほら見てください。もう何もないでしょ、ガラーンとしてね。ほんまここ夜になったら夜市になる、もう有名なグルメ天国なんですけども、ここがニンシャイエスのね、入り口なんですけども、まずは1軒目ね、この入り口からこっち行きます。こっちに行きます。行きまーす。で、もう歩いて、まあ20秒もかからないかな。うん。1軒目は、孤独のグルメっていうね、
ドラマがある日本ですごい人気のね、はい、あのその孤独のグルメのロケ地になったっていうところでね、はい、日本人の人には有名なドーファー屋さんがここでーす、はい、じゃあね、ニンシャイエスネナツヨジのね、ドーファー三強の食べ比べ1軒目ね、コーザーウェイドーファーっていうね、古くて早い味みたいな、まあ昔ながらのっていう意味やね、これね。はい、じゃあ行きましょうか。あ、ちなみにね、これごめんなさい、隣にさ、このあの何やったっけ、あれ、ナップティーね、めちゃめちゃ有名なあの YouTuber さんがやってるドリンクができたんですよ。ここの、あのミルクキャップって言って、上にねホイップクリームが入ってるグリーンティーがめちゃくちゃうまいね。めちゃくちゃうまい。俺ここ三つ星つけてんねん。そうそうそう、ここもねセットでいいかもしれないですね。はい、じゃあちょっと行きましょうか。ほら皆さん、これがドーファーですね。こんな感じでトッピングがね、いろいろ選べるのがこのドーファーのね魅力なんですよ。なんかタロイモとかね、このプリンとかね、タピオカとかね、ピーナッツとか小豆とかね、もうタロイモ団子とか白玉とかいろいろトッピングできるんですよ、自分の好みでね。はい、じゃあ注文しましょうか。ここにねメニューがあるんでね、ゆうなちゃん何する？俺もう決まってんねん、小豆とタロイモ団子のトッピングってもう決まってるんよね。はい、あ、うん、ピーナッツ好きなんで、うん、うん、これにします。1番、はい、じゃあ2番にします。2番、はい、え、2番ピーナッツやんな。あ、混同で、あ、小豆と、あ、小豆にします。これ2番、2番で、お、2番よ、一緒やな。あの、アハウビャンガ、うん、ビンダ、じゃあ、あ、ビンダ、ビンダでいい、はい、はい、うん、チャリツ、チャリツ、うん、はい、はい、1個55元やからちょっと値上げしたな、220円ぐらいやね。それでも安いよね。せいせい、よし、じゃあね注文したんでここでね待ちます。今注文したのは本堂って言って小豆とウーユエンって言ってね、タロイモボールですね、それが入ってるやつ、これです。はい、店内はねこんな感じでね、めちゃめちゃ綺麗ですね。孤独のグルメの五郎さん推しです。はい、というわけでね、あのニンシャイエスネーナツヨジのねドーファー三強食べ比べということでね、親子ですよ、もう43歳19歳、親子ですよ。親子で台湾旅行来てね、ドーファー食べ比べしたらこんな感じになりますっていうね感じで、1軒目がコーザーウェイドーファーって言ってね、古くて早い味のドーファーって言ってね、五郎さんがここ孤独のグルメでロケ地に来たねドーファー屋さんです。このドーファー三強3つともね、3軒とも3つともめっちゃ人気の店で、夜とか8時9時とかなったら行列できるよ、3店舗とも、うん、特に週末とか行列できる大人気店なんですよね。はい、じゃあね、僕本堂小豆が好きなんで、本堂小豆とあとウーユエンっていってね、タロイモボールトッピングしたんですけど、まさかのゆうなちゃんも同じもの注文したっていうね別々の頼みやと、まあ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 、よし、じゃあ食べようか。はい、いただきます。はい、じゃあゆうなちゃんから食べてもらいます。どうぞ。どう、おいしい？まだ食べてなかった。お、タロイモ、お、どうぞ。うん、うん、小豆がめっちゃ甘くて、お、で冷たいのがすごい美味しいです、うん、おお、小豆が甘いってポイントやな。はい、だって台湾の小豆ってさ、甘くないとこ多くなくない？そうです。なあ、甘さ控えめというか、はい、控えめすぎるやろっていうとこ多いやんな。はい、大豆やんみたいなねとこあるよね。はい、うん、なるほどね。で僕もちょっとまずこの蜜からいきますわ。いただきます。美味しい、ちゃんと甘いな、はい、うん、うん、やっぱ
ここ美味しいわ。正直ね、僕今から回る3つの中では一番ここが3位かなと思ってたんやけど、やっぱり美味しいね。美味しい、うん、じゃあこのタロイモボール、うん、タロイモボールもちょっとややタロイモの味は薄めやけど、タロイモの味が本来の味がしっかりしてね、美味しい。じゃあこれ小豆ね、甘いな。甘いですよ、確かに、はい、ちゃんと甘いわ、うん、かといって甘すぎないね、うん、程よいというか、ちょうどいいな、はい、そうやなちょうどいいな、はいこれ、この白いやつが豆花って書いてドーファーって言って、ね、日本の滑らかな絹ごし豆腐をさらにね4倍ぐらい滑らかにした台湾のね伝統的な豆腐のスイーツです。いただきます。うん、豆腐やちょっと食べてみて、豆腐豆腐やんな、ほんまに豆腐やんな、はい、あの、ゆうなちゃんってさ、そのドーファーってよく食べる？よく食べます。あ、よく食べるんやね、はい、その田植え桃園のところにもよくあるんやね、はい、そのいつも食べてるところとかお気に入りのところあると思うんやけど、そこと比べてどう？ここはめっちゃ美味しい。あ、めっちゃ美味しい部類なんや。ここ好きなんだけど。あ、来たことあるんやね。あ、なるほどなるほど。あ、その一回昔にイチャイエス来た時に、はい、そうかとか、まあ元々じゃ好きなんでね、はい、はいはいはい、なるほどね、はい、人生で何位ぐらいここ？人生で、うん、2位。あ、2位なんや、はい、ちなみに1位はどこ？はその自分の大学の近くのドンファーが。おお、なるほどな、はい、名前は教えてくれないっていうね、はい、秘密やってよし、じゃあね、あのゆっくり食べよっか、はい、ちなみに僕は本当にね思ったんですけど、19歳じゃないですか、皆さんの娘さんぐらいじゃないですか、よくね応募してきたなと思って、視聴者さん参加型 Vlog によく応募してきたなと思って、めっちゃ勇気いったと思うよね、うん、その勇気をたたえて僕 OK したんですよ実はね。あの僕も15歳の頃に、まあ、社会に出たんですけども、なんかいろんな人にこう大人の人に優しくされた経験があって、例えばそのある時ね、あの太鼓を見に行って、あの和太鼓みたいなやってるの、あの梅田のね、あのなんかすごいコンサートホールみたいなところで太鼓集団みたいなやつを見に行って俺感動したんやけど、その中でザンパウフジシ太鼓っていう沖縄の太鼓グループがおってさ、俺それに会いたくて沖縄行った時連絡取ったんや。そしたら心よく会ってくれて、会ってくれるだけじゃなくて、あの止めてくれてさ、2泊3日ぐらいおもてなししてくれて、15歳やった時にもうすごいなんか優しくされてとか、その次の年の16歳の時には俺その鳥取県に行ったんやけど、旅行しに行ったんやけど、そのそれなんでかって言ったら、中学校の時のその初恋やった女の子で、その子がそこで働いてるって言って、鳥取の田舎の中華料理屋さんでみたいな、会いに行きたいと思って俺行ったんや。そしたら会いに行ったらめっちゃデブになってるさ、めっちゃ太ってたんや。その中華料理屋さんの寮の2階に通されて、その子の部屋で喋ってたんやけど、めっちゃ太っててさ、でそのめっちゃショックやったんやけど、その子が初恋の子がめっちゃ太っててさ、お菓子持ってきてお菓子ボリボリ食べながら喋ってたんやけど、それやと思って、そのお菓子やと思って、田舎でやることなさすぎて、その子ね、はい、毎日お菓子ボリボリ食べて太ったんやろな。あ、うん、まあ、そんな感じでそんなショックやったんやけど、まあ、その時俺寿司屋でね働いてたから、その鳥取のね、鳥取市で一番有名やったその当時お寿司屋さんに連絡して、あのちょっと大阪からあの旅行に来ててみたいな、その大阪で寿司屋の修行してるんですけども、勉強のために行っていいですかって言ったら、普通そんなん断るやん。そこの大将の人さ、おいでおいでって言ってくれて、で俺行ったんよ。そしたら大将がさ、いろんな
握ってくれて、鳥取で取れたなんか日本海のやつとか瀬戸内のなんか分からんけど覚えてないけどさ、出してくれてさ、で最後お代はいいからって言ってくれたんよ。かっこいいやろ。でそれ戻ってさ、あの大阪戻ってその当時の寿司屋で働いた大将にそのこと言ったらさ、大将がそこに電話してな、うちの若いもんがえらい世話になりましたみたいな感じ、そういうことがあったりとかして、俺も若い時そうやってね、あの勇気出して電話してやったらそうやって優しくされたから、でゆうなちゃんも俺にめっちゃ勇気出して DM してきてくれたわけやんか。これないがしろにできないと俺思ったよ。だから一緒に撮ろうと思ったよ。そうそうそう。話が長いと。美味しい、動画美味しい、うん。じゃあゆっくり食べてね。食べ終わった次ね、2軒目行こうね。はい。さあじゃあ1軒目ね、食べたら美味しかったね。うん。まだあと2軒あるからね。楽しみやね。楽しみね。次は俺が一番、台湾で一番美味しいと思ってるね。動画屋さん行くわ。はい。あの、このチャンネル一つ星、二つ星、三つ星ってつけてるんやけど、はい、三つ星つけたね、お店やから、はい、楽しみにしてて。はい、はい、というわけでね、このニンシャイエスに戻ってきたんですけども、ここのね、ニンシャイエスのネイナツヨイチの今1軒目食べたところがそこね、五郎さんのとこで、そして2軒目はこの信号を渡ったところに、あそこに見えてます。今から行きます。ゆうなちゃんは台湾来てどれぐらいな？だいたい、うん、去年の9月に来たんで、うん、だいたい6ヶ月ぐらい。あ、半年ぐらいか。はい、お、台湾好き？台湾好きです。おー、そうなんや、はい、どういうところが好きなん？人が優しいのと食べ物が美味しいところです。おー、そうやな。やっぱりそうやな。そうやね。なるほどね。あとね、結構ね、今までの歴代の視聴者さん参加型 Vlog でみんな口揃えて言ってたのが、なんか周りの目を気にしなくていいみたいな。あ、ロボさん。あ、こんにちは。さっき言って、今ね、はい、この豆腐は美味しいって聞いたから、はい、そこに入った。あ、どうでした？美味しかった。あ、よかったです。大変ですね。はい、あの、動画見てよろしいですか？ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。本当見てた。あ、本当ですか。うん、これ今撮ってるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？あの、乗せても大丈夫ですか？乗せても大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。楽しみにしてました。あ、ありがとうございます。あの、台湾旅行楽しんでくださいね。はい、車は気をつけてください。ありがとうございます。わ、視聴者さんにばったり会ったね。嬉しいわ。観光始まったからたくさん声かけるようになって嬉しい。見てこれ、ゆうなちゃん、この後ろやばない？ほら、このいぶし銀なこのローカル屋台、ね、いいよね。台湾って感じやね。あ、そう、さっきの話の続きやけど、あの、それはどうもなんか周りの目を気にしなくていいみたいな。それいいと思います。いいと思います。って言ってたらね、着きました、2軒目。さあ、ゆうなちゃん、はい、2軒目着いたよ。わー、ここがドーファーチャン、ドーファーソーって書いてドーファーチャンって言って、俺が三つ星つけてるお店やね。おお、じゃあ行こう。ここも大行列できるから、あの、夜なったら。じゃあ行こうか。行きましょう。あ、そうそう、何食べる？ここにメニューあるけど、俺はまた一緒で、本堂のウーユベンやねんな。うん、どうする？ゆうなちゃん、さっきさ、はい、ジマタイメン好きって言ってたやんか、はい、ごま団子、はい、これ珍しくて、ちっちゃい白玉の中にごま団子入ってるんやけど、はい、食べたことある？食べたことないです。これにしてみる？はい。じゃ、これともう一個なんかトッピングしたら、はい、何がいい？力ですか？あ、そうやね、うん、何がいい？ピーナッツで。あ、ピーナッツでね。よし、じゃあそれでいこうか。はい、ニハオ。あ、ねえよ、本堂ウーウェン、イガ、本堂ウーウェンとドーファ、ビンダ、
然后黑心白鱼花香嗯冰达嗨嗨120元あすごい125元かなんぼ500円ぐらいな安いなこんな感じでトッピングいっぱいあってねはいここにボンって出来上がるんでへいしーうわうまそうやなやっぱりうまそうやなよしじゃあ行こう2階があるね2階行こうはいあ、こんにちは。こんにちは。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、ドーハ。はいはい。あ、よかったです。あ、よかったです。ありがとうございます。はい。あーはい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 あの自分で撮ってはい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 ずっと見てますか あ, ありがとうございます嬉しいですありがとうございます本当ですかめっちゃ嬉しいですありがとうございます当たりばっかりですあ本当ですかうわ嬉しいですこれ今も実は撮影してるんですけどこれって使ってもいいですか？あ本当ですか？え YouTube にこれ載せても お顔とか大丈夫ですか？あ本当ですか？ありがとうございます。私はね、はい、もう現役時代30年前に台湾へずっと仕事で来てたんです。あなるほどなるほど。めちゃめちゃ詳しいですじゃあね。あの頃はね、新幹線がなくて。ですよね。30年前ですもんね。自強号で行ってた。うわあめっちゃ時間が8時間ぐらいかかったんじゃないですか？大変や。頑張ってください。ありがとうございます。あの台湾旅行楽しんでください。はい、ありがとうございます。店内ね、ほら2階ね、めちゃめちゃ広々と席があります。はい、というわけでね、ニンシャイエスね、夏夜市のね、ドーファー食べ歩き2軒目ね、やってきました。ドーファーちゃんって言ってね、ドーファーソーって書いてドーファーちゃんですね。で僕はもう一緒なんですよ。ボンドウーユエンね、小豆とタロイモボールですね。はい。で、ユーナちゃんは、ヘイシンパイウーって言ってね、このちっちゃい白玉にごまペースト入ってんね、はい、うん。で、あとファーシャン、花に生きるって書いてファーシャンでピーナッツ煮込んだやつやね。はい、これ日本内ね、はい。うん。じゃあちょっとさ、食べてみてよ。はい、このね、俺やってほしいことがあって、はい、このまずこの白玉あるやん。はい、白玉を半分だけかじるねん。はい、でそれ見せてあげてみんなに、はいうん、細かいと、ほらほら黒いの出てきたでしょ、はい、ちょっと待ってみんな見せるわみんな見てほらゆうなちゃんがかじったところからほらこんな感じでね黒ごまのペースト入ってんねこのちっちゃい白玉に、はい、めっちゃちっちゃいジーマータンユエみたいな、うん、どう味いや、黒ごまが甘くて美味しいです。よかったです。はい、まあ、これほんまこれマジでさ、親子カメラみたいな感じやで今これ。あ、そうですか。うん、親子で旅行来てこう来たらこんな感じになると思う。うん、黒ごまが中に入ってるんですけど、うん、外のお餅と黒ごまがすごい相性バッチリです。おお、美味しい。めっちゃ美味しいです。よかったよかった、はい。どんどん食べて。ピーナッツ。お、ピーナッツね、ファーちゃん。うん、いただきます。はい。うん。冷たい冷たいな、うん、ビンダやからなあピーナッツそこまで甘すぎなくて、うん、すごいそれがすごい合ってますうん、うん、豆腐ドーファーはどうかなドーファー食べてみます、うん、さっきとどう違うやろういただきますさっきの方が少し甘い。さっきのより甘さは控えめかな。けど美味しい。うん、おお、はい。じゃあ僕もちょっとね、いただきます。もう何回も食べてるんですけど、まずこの蜜からね、いただきます。あー、美味しいな。美味しいな。これさ、サトウキビなのかな？この甘さ、その蜜。サトウキビの蜜なのかな？美味しいよね。うまいよな、ほんとうまいよね、はいうん、じゃあこの本堂ね、小豆です
わあ、美味しいわ。やっぱりうまいわ。うん。で、ここね、ウーユエンなんですけど、このね、オレンジのやつがあるんですよ。これ、ディグアユエンって言ってね、さつまいもボールなんですよね。うん。うまい。これはタレムボール。うん。やっぱり美味しいな。タレムの味めっちゃ、あ、めっちゃうまい。今、後からタロイモってきてすげーうまい今ね。これ豆腐は豆腐ね。もっと金こし豆腐やな。さっきのとこはもう豆腐なんて言ったけど、もっと金こし豆腐じゃない、もっと豆腐感が強いというか。今んとこどっちが好き、さっきのとこのこっち。ごま団子があるんで、うん、こっち。ごま団子、うん、なんかもっと冷たい、氷がいっぱい入ってるというか、うん、さっきのより冷たいんで。冷たいな、うん、最近暑いんで、うん、暑い時にはこっちの方が確かにね、うんうん、なるほどね。確かにこっちめっちゃ氷入ってるよね、はい、これでも早く食べないと氷溶けたらちょっと薄くなりそうな気がする。うん、ただちょっと俺何回も食べてて気づいたんやけど、ここのドーバー層はね、俺三つ星つけてるんやけど、味に結構ムラがあるなっていうのに気づいたんよね。うん、今日もちょっとなんかやや味が薄めな気がするんよね。日によって違うんですか。うん、すげーめっちゃうまいっていう時もあれば、今日ちょっと味薄いなみたいな時あんねん。それやっぱ氷がちょっと入れすぎなのかなとか、なんかね、今日なんかそんな感じがちょっとしますね。美味しい、めっちゃ、それでもめっちゃうまいけど、うんうん、美味しい。よし、じゃあゆっくり食べて、食べ終わったら最後ね、3つ目の豆腐屋さん行きたいと思います。大丈夫かな、食べれるかな。食べれます。さあ、ゆうなちゃん美味しかったね。美味しかった。ちょっとだいぶお腹いっぱいになってきたけどな。3軒目大丈夫。よっしゃ、じゃあ今から次3軒目行くんやけど、3軒目は俺がここの今食べたドーファーちゃんと一緒ぐらい、もしくはもうほんまどっこいどっこいぐらいの、はい、あっちも三つ星かなってぐらい思うところで、はい、しかもそっちは味にムラがないね。そうだから今日もしかしたら覆えるかもしれない。はい、というわけでね、再三戻ってきました、忍者イエス根夏用地、ここあるところね。で、1軒目がそこね、コーザーウェイドーファー食べたでしょ。で、2軒目がそこね、今ドーファーちゃん食べてきたでしょ。で、3軒目がこっちね、シュワンリエンの駅の方に戻っていったところに最後の3軒目があるんで、じゃあ行きたいと思います。ゆうなちゃんめちゃめちゃ若いやん、19歳やんか。で、その俺のね、YouTube をね、見てること自体が普通はおかしいんよ。まあ、おかしいって言ったら言い方あれやけど、あの、うち、俺のチャンネルってさ、まあ、年配の方がほとんどやねんな。方が見るチャンネルやねん。で、それなんでなんやろって思ったら、お母さんがめっちゃ見てくれてるんやってな。ゆうなちゃんのお父さんとお母さんがめっちゃ見てくれてて、あの、僕のファンやみたいな感じで言ってくれて、それで DM くれたんですよね。はい。で、それがきっかけで、ゆうなちゃんも見てくれるようになったらしくて、あの、お母さん名前なんて言うの？ちづこさん、ありがとう、いつもありがとう。ちづこさん、いつもありがとう。お父さんはとしや。としやさん、いつも、としやさん、ちづこさん、いつもありがとうございます。すごいね、なんて立派な娘さんができたのかと。すごいですよ、ほんま。だって一人で台湾に来るのも勇気いるやろうし、この台湾に来てこんなね、意味のわからんね、あの、DM で普通送らないですよ、あの、出たいですみたいな。これ多分やけど、僕思うんやけど、その、お母さんね、千鶴子さんを喜ばせたいという気持ちがあったんじゃない、きっと。はい、ね、喜んでくれるんじゃないみたいな。はい、いや、もうすごいよね。うん。めちゃめちゃすごい。本当にね。はい。じゃあ、あのさ、今せっかくいい話したのも悩んないんやけど、さっきほら台湾好きって言ったやんか、はい、人が優しいっていうのと、はい、まあ、ご飯が美味しいっていうのとね、はい、じゃあ逆にそのね、今台湾来て半年やんか、台湾で嫌なところとかある？ちょっと
交通マナーが悪いところ、うん、やっぱりそれな、はい、もうみんな同じこと言うな、はい、ああ具体的にどういう感じ交通マナー悪いって、うん、歩道、ちょっと譲ってくれなかったり、あとバイクとかすごい飛ばす、ブーンで飛ばすので、危ないところ確かにな、はい、スピード感がおかしいよね、例えば路地とか入ったら、はい、ちょっとスピード遅く走ったりするやんか、はい、全力で駆け抜けていくもんな、夜市、はい、とかでもな、はい、めちゃくちゃ怖いよね、はい、うん、だからやっぱその僕がいつも言ってるけど、僕が特別言ってるわけじゃないっていうのが今これ皆さんよく分かってもらったと思うんですよ。ゆうなちゃんもやっぱり例えばお母さんお父さんお母さんが台湾旅行来たら交通マナー、あの道路渡るとき気をつけてねって思うよね、はい、うん、だから皆さんも台湾旅行来られたときは道路渡るときは気をつけてくださいね、はい、さあゆうなちゃん、はい、ついに着いたよ3軒目に、うん、忍者イエス、ドーファー三郷のうちの最後の一つ、三軒目、杉味ドーファーやで。杉味、うん、これ杉味ってさ、杉ってさ、なんて読むん、あの中国語で。わかんないです。わからんのかい、わからんのかいまだまだです味はウェイなんやけどね、はい、うん、杉がわからないね。まあまあ、じゃあ行こうか。ここは今も言ったみたいに味にムラがないね。いつ来てもちゃんと美味しいねよし、じゃあね、注文したいと思います、はい、ゆうなちゃん何する？ニハオニハオジャパンジャパンジャパンいやー、 あ、シェシェ、ありがとう、ありがとう。これはもう決まってるんやよね。ゆうなちゃん何する？大阪そう、本堂上そら視聴者さん怒るわな私が違うのを。お、よっしゃ、よっしゃ。視聴者さんは何が気になるんでしょう。どうやろうな。もうゆうなちゃんが思うままでいいと思うよ。お母さんやったら何するかなでもいいかもな。ああ、お母さん、何だろう。けど、うん、これ食べてないですよね。チェンチャオね。チェンソーゼリー。うん。千鶴子さんはこれ好きなんやね。そうです。お、じゃあそれにする？じゃあそれにします。ドーファーにシェンチャオともう一個トッピング、うんうん、どれにする？そしたら、うん、ユーと、あ、オッケーオッケー、はい、ニハオ、ドーファービンダガーダビンダイガホンドウーウェンホンドウーウェン、うん、イガシェンチャオウーとシェンチャオリュウトウート、うん、あの緑豆とタロイモでいつも発音をね、あの間違われるね。ウートーって言ったらリュウトー来るし、リュウトーって言ったらウートータロイモが来る。あ、難しいですよ。難しい。あ、難しい、ね。本当に難しい。確かに確かに。今も間違えそうやった。うん、店内はね割とこじんまりしてて、ここもね夜になったらマジで大行列できるんですよね。お持ち帰りのちょっと店内で食べる人大行列できます。はい、120元でした。500円ぐらい安いです。ありがとう。はい、というわけで皆さん、せっかくなので新しい試みをしたいと思います。見てください、マジで親子で台湾旅行来たみたいでしょ。じゃあね、これがゆうなちゃんが注文したドーファーにシェンチャオって言ってね、戦争ゼリー、この黒いね、見た目が黒いね、あの千鶴子さん好きなんやな、お母さんが好きなんやな。でこれがウートって言ってタロイモねのドーファーです。はい、じゃあどうぞ食べてください。どう、美味しい？まだ食べてないんですよ黒い。はい。うん。
味しい。なんて説明したらいいやろ。戦争ゼリーが、うんうん、説明が難しいんですけど、少し、少しに苦い、少し苦いめ、苦味があるかな。そしてこのお芋がすごい、なんだろう、甘くて美味しいです。この戦争ゼリーがちょっと苦味があるんよね。そうです。でこのタロイモが甘くて美味しいと。はい。おお、豆腐はどうかな。豆腐は、美味しい。美味しい。豆腐。そうやな。豆腐。めっちゃ豆腐。なんて言ったらいいやろ。このスープが豆腐に染み込んでて、すごい冷たくて美味しいです。おお、このスープが豆腐に染み込んでて冷たくて美味しい。なるほど。よし、じゃあ次俺食べるわ。はい、じゃあカメラ交換して。はい、変わります。はい。あ、初めてのアラフです。今この娘カメラみたいなね、感じです。僕お父さんみたいなね、感じですけども、はい。これがいつものね、近藤、あずきと、ゆうえん、たろいものドーバーです。そら視聴者さん怒るわね。3軒食べに行って3軒とも全く同じものを頼むっていう、ね、YouTuber としてもどうかと思うよね。人としてどうかなっていうところもあるよね。はい、すいません、すいません、いつも。でもまあ正直、あの食べ比べやからっていうので、あえてわざと同じものにしたっていうところがあるんですよ。え、じゃないと食べ比べにならないやん。確かに。で俺は思って、今日はわざとあえてね、全部同じものにしたいの。あ、そういうことなんですか。ほんまやで、ほんまやで。はい、じゃあちょっとこのここちょっと写してあげて、このこのね、まずこのスープから、蜜からいきます。こんな感じで、じゃあいただきます。あ、美味しいな、やっぱりうまいな。めちゃめちゃね、ドーバーちゃんと似てるね。なんかサトウキビのね、蜜って感じで、うん、いや、やっぱり美味しいね。うん、じゃあこの近藤小豆いきます。うまいな。多分っていうか、もう完全に今まで3軒食べ歩いた中で、小豆はここが一番甘い。結構ちゃんとした甘さやね。うん、これがゆうゆえんですね。タロイモボールです。やっぱりうまいな。うん、いや、これ3つともちょっとこうつけがたいぐらいうまいな、やっぱり。うん、じゃあ最後にドーバーですね。今日ちょっとなんかね、酸味がある後味に。なんで？今日ちょっと酸味があるわ。今までこんな風に思ったことない。なんでやろう。まあでもね、美味しい。豆腐、うん、豆腐やね、豆腐です。でも本当になんか酸味がある。なんで？なんでやろ、初めてやわ。今日ちょっと酸味がある、うん、でもまあ本当にちゃんと美味しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ムラがないというドーパー屋さんが書いてありました。うん、そうやね、今日はちょっと酸味があったわ。なんでだ、なんでやろう。うん、
じゃあちょっとゆっくり食べてね、はい、食べ終わったら最後まとめ行こうか。はい、はい、じゃあゆっくり食べまーす、はい、わーはい、というわけでね、三元豆腐は食べてね、今戻ってきました。あのエンディング今から撮るんですけども、ゆうなちゃんどうやった、京都豆腐、あのニンシャイエスの名南強寺の豆腐三京食べ比べということでね、はい、やってみましたけども、どうでしたでしょうか。でもこんなに一日にドーハを食べることがないので、すごい幸せです。ほんまに。そうやな。あの今日の三軒のうちやったら、どこが一番美味しかった？個人的には2軒目。あ、2軒目ね。はい、それは理由とかある？理由は、うん、なんかスープが個人的に一番好きで、うん、で豆腐の甘さも結構控えめで、うん、すごいスープと合うお豆腐で美味しかったです、うん、なるほどね、はい、じゃあそのゆうなちゃんが行きつけにしてるね、家の近所の豆腐屋さんあるやんか、そこ一番って言ってたやんか、うん、そこ超えるとこあった？2軒目超えました。あ、そうなん、はい、へー、2軒目超えたんや。じゃああそこ豆腐屋ちゃんがナンバーワンなの？おー、すごいね、よかったね、よかったね。そうかそうか、それはよかったわ。僕の意見としてはね、まあまあこれもこのね、本音で分かりやすいがモットーなんで、もうこれもこれはっきり言わしてもらうんですけども、分からんくなったわ、ごめんみんな。あのね、僕ね、ドーファーってさ、あのこんな3杯も 一気に食べるもんじゃないっていうのが分かった。あのねマジで味わからんくなった。特に3軒目めっちゃ俺好きやのに、あの杉味豆腐わからんくなって、これもうぶっちゃけ正直言っちゃうんやけど、もうほぼ食べれずにな、ちょっと残しちゃったね。本当に申し訳ないと思いながらも、めっちゃお腹いっぱいで、なんやろ、2杯目食べ終わったぐらいやったらまだいけるって実は思ってたよ。でも実際3杯目食べ出した瞬間に急に来てね、あの食べれなくなってしまって、申し訳ないけど残してしまったよね。だから今日本当はドーファー三京ベスト3って僕決めようと思ってたんやけど、ちょっとごめんなさい、僕決めれないわ、これ正直。今決めたらアンフェアな気がして、あの今までね、俺あのドーファー三京別々で何回か食べたことあるんやけど、一番美味しいのがやっぱドーファーちゃん、あのそのゆうなちゃんが一番美味しかったって言ってたところ、で2番目が杉味ドーファー、最後ちょっと残しちゃったと思う。で最後がその一番最初に食べた五郎さんのね、コーザーウェイドーファーやったんやけど、今日俺正直ね、3軒食べて一番美味しかったのコーザーウェイドーファーやって、それ多分一番最初に食べたからっていう理由しか思えないねんな。そう、そんなわけで皆さん、今回はねほんまちゃんのなんか三つ星とか言おうと思ってたんやけど、あと順位も決めようと思ってたんやけど、今回ちょっとごめんなさい、あのマジで企画倒れやなって思うんですけども、順位をつけるのはね、今回ちょっとやめることにします。はい、すいません。そして、マジでちょっと全部一緒に思えてしまったわ、今日、本当に。よくないよね。よくないけどね。はい。またこれ、今度ね、あの、改めて、次回改めて、また、あの、検証したいと思います。すごいな。それを検証したのに、わからなくなるっていう。これ、どういうことなんていうね。感じやね。ドーファーって一気に食べたらあかんのかもしれない。いや、一個やから美味しいですね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 。そうやな、はい、あ、それ今名言、最後に名言出たわ。一個やから美味しいドーファーはね、そうやね、あの続けて食べて食べ比べするものじゃないわ。せめて別日に一個ずつ食べていくべきやな。というわけでした、はい、とはいえやっぱりドーファーってね、豆腐のスイーツですけども、台湾でしか食べれないし、間違いなく言えることは3つともすげえうまかったね。はい、めっちゃ美味しかった。それを間違いなく言えることなんで、この3つね、どこに行っても日本の視聴者さんね、満足していただけると思うんで、あの僕から言えるアドバイスはもう1つだけです。1個にしときなはれやっていうことです。2軒でも結構きついと思うわ。うんね、はい、ドーファーは1日1杯にしてください。皆さんこれが分かっただけでもやってよかった逆に、はい、というわけで今回はね、これで終わりたいと思います。はい、
というわけで今回の動画がね少しでもね役に立ったな面白かったなと思っていただけたらぜひチャンネル登録とねグッドボタン押していただけるとめっちゃ嬉しいんでねよろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんでまずはチャンネル登録6万人ぜひあなたの応援よろしくお願いします。というわけでね今日はねめちゃくちゃ久しぶりの視聴者さん参加型 Vlog 第7弾ということで田植えね隣の桃園市でね大学生に通ってるねゆうなちゃんでした。ありがとうゆうなちゃん、ありがとう。ちづこさん見てますかお母さんとてもいい子に育ちましたすごいですね。じゃあね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ゾロでした。ありがとう。バイバーイ。またねー。